誠意、瀬戸内寂聴。朗読、花子です。牛尾慶子は、プラットフォームの階段を登り切った。慶子の目に、フォームの雑踏の中から、外国の二層が二人、くっきり際立って映ってきた。 純白の糊の光る頭巾がピンッと人々の頭上に抜きんでている。血をすりそうな黒絵は堂々と裾広がり流れていた。その黒と白の鮮やかさがあたりのざわみきをはじき返す。稽古にはどんな流行の色彩よりも派手やかに見えた。 二人は足元に大型の黒川トランクを置き、雑踏の流れの中で立ち往生していた。薄桃色の顔を見合わせては、しきりにうなずき合い、きょときょと青い目を動かしている。阿賀は末蔵を見舞い、あのことを告げようと出かける矢先。 二層の黒絵に目を塞がれたということで、ふっと稽古は赤くなった。逃げるように二人のそばをすり抜けながら、稽古は素早く、フォームの両側に並んでいる電車を見分けていた。左側の車が後発で空いているのを見ると、一瞬ためらった後、素早く飛び込みざま、スーツのお尻を突き出し、空席に滑り込んでいた。 通勤の朝夕に慣れているそれだけの動作でも、今日の稽古は激しく息切れがし、後頭部から血が引いていく寒気を感じた。稽古は目を閉じ、青ざめていくのがわかる自分の方を、奥歯を噛んで引き締めた。たちまち、隣も前も空席の塞がる気配がする。 稽古はようやく息を整え、目を開いた。その時、反対側の後方のドアから、さっきの2層が2人、トランクを引きつけ、悠々と入ってくるのが目に映った。2人がフォームで立ち往生していたのは、どちらの車に乗るべきか、わからなかったのだろう。後尾稽古は、 自分より先にフォームについていながら、席の取れなかった二人に少なからず同情した。と、その瞬間だった。四つの青い目が、正確に言えば、二つの青字色の目と二つの灰色の目が、稽古の目の上にまっすぐ止まった。いきなり二人は申し合わせたように、一直線に稽古目指して進んできた。 ひどく揃った歩調で、国への裾がタフタフと揺らめいた。稽古は再び顔の皮膚の下で血が引いていくのがわかり、必死に息を詰めた。息を詰めて顔を好調させておかなければ、車内中の人の目が自分に注がれ、血の気のない顔色から、あの秘密を、 一目で見抜かれてしまうかもしれない。二列の座席は塞がっても通路はまだガランとしていた。その中で黒い小山が揺らめくような大きな二層たちの行動はひどく際立って見えた。なぜこの二人はわざわざ自分を選んで進んできたのだろう 随分離れた距離なのに、よりによって自分の真ん前に立ちふさがらなければならないのだろう。稽古の収まったばかりの胸の動機が高まり、脇の下にじっとり油汗が滲み出してくるのが分かった。私は、狙われた心の中で叫んでみた。が、 稽古の胸の中では意外な言葉が吐き出された。ガランドウの胸の中でその声は稽古の胸壁に反響し、いくつもの小玉になってうなった。私は、選ばれた。稽古はひどく慌てた。ここが電車の中であるのも忘れ、ベソをかきそうに。 唇の端が歪んできた。狙われたが、選ばれたにすり替わったことが、稽古に自信を失わせ、不安と混乱に陥れた。自分の暗い体の中から、血みどろの肉のかけらを引き裂き、書き出したあの時、自分の知らない、自分の中の、 物を考える。何か貴重な組織の一つが、冷たい監視の先に引っかかり、引きずり出されなかったと、誰が保証できようか。牛尾慶子は、自分の物を考える脳の組織が、狭い頭蓋骨の中から、 もっと広々とした安定感で押し開いている骨盤の中に移行してしまっているような奇妙な錯覚にとらわれた。そういえば昨夜だって慣れたアパートの階段を危うく踏み外し二段目から真っ逆さまに落ちかけた。空っぽになった頭の中の 運動神経を頼ったばかりに、食欲も眠気も一週間前のあの寒々とした曇天の午後からは、脊髄に近い腰部のあの箇所から命令されているような気がする。頭には古綿のようなものがカスカス詰まっている鈍い感じであった。 ぴっちり引き締まったタイトスカートとコルセットによろわれたまろやかな腰の奥に、稽古はおずおず目を凝らす。その目がいつの間にか、阿川末蔵のぞっとするような不気味な目つきに変わっていた。軽蔑と薄ら笑いを込めた阿川の冷たい目つきが、 生々しい鮮度でよみがえり、稽古の体の芯を一本の痛い針になって走っていった。あの人が、あんな目であたしを見るなんて、許されないことだ。許されないことだ。しゃくり上げそうなのを必死にこらえた幼児の 力んだ顔つきで、稽子はしきりに繰り返した。けれども、誰が阿川を許さないのか、わからなかった。稽子自身ではないことだけは確かだ。牛尾稽古はいつの場合も、男に向かっては、許しを請う立場の方が、 性に合う気がする。初めて稽古の女を支配した暴風の陽一の時に、その習慣はつけられていた。三年前死んだ陽一は、外ではひどく愛想がいいのに、打ち入りの悪い男だった。感触持ちで稽古の茶碗の洗い方が悪いと言っては怒鳴り、 掃除が行き届かないと言っては殴った。あんまり些細なことで突然に行き通り出すので、稽古は初めのうち何を怒られているのか納得いかずポカンとしている。けれど頭や背に陽一の激しい拳が降りかかってくると、殴られる痛みの中から何かしら 自分が大変な失策をしでかし、当然の切感を受けているような、奇妙な盗作した心理になるらしかった。ごめんなさいごめんなさいもうしませんひいひい泣いて、一途な調子で謝る稽古の声を、ドアや壁越しに聞くアパートの他人たちは、本当に稽古がまぬけで、 寛大な幼一を怒らせてばかりいるのだろうと思わずにいられなかった。色が白く小柄な稽古は、一目に立つ華やかさはなかったけれど、二十歳を過ぎても幼児のような柔らかな方の線をしていた。目も眉も口元も乳和に。 古都の寺に残されている魅力を思い出させる優しさだった。心も顔つきに似て、おっとりと素直な人柄なので、誰からも好かれた。苦学をして中学の教師になった洋一は、まだ司法試験を狙っていた。その一時のため、勢力の消耗をしみ、 柔らかく甘い妻の体に触れるのを極度に抑制していた。つんもりした肩先や小柄なりに細腰のくびれた妻の裸の愛らしさを発見するたび、陽一は目を背け、埋め合わせのように、お前は馬鹿だと罵った。陽一と二年暮らす間に、もともと 自分を利口だと思っていなかった稽子は、すっかり自分を人並み外れて頭の悪い女だと信じ込んでいった。そんな夫婦の間にも稽子が妊娠したことがあった。おずおずそれを告げられたとき、洋一は久しぶりで抱きしめていた稽子の体を突き放し、 かんばしった声でなじった。そんなはず、ないじゃないか。えこの通り、整理部表に従って注意したんだ。科学的にだよ、科学的に。君の表の付け方がデタラメでなきゃありえないよ、そんなことは。何々式という否認法を盾にとって、まくしたてられ、挙句の果て、 いい加減な付録のついた婦人雑誌を後続したと言って、稽古の愚劣さの罵倒となり、お決まりの大荒れが始まった。稽古自身も水中で手探りするようなもどかしい感覚の行為に、まだ何の喜びも知らない中で芽生えている命に、実感が湧かなかった。 愛情などなおさらで、恥ずかしさだけに目をつむれば、陽一が同僚から聞いてきた産婦人会の門をくぐるのは案外ケロリとできた。老練だと紹介されていた医者の処置はテキパキしていた。はい、声を出して。数を数えて。麻酔注射の後、促されて。 ひ、ふ、み。八つまでは自分の声を覚えていたが、その後、引き込まれる深い眠りの中に、すべてが終わっていた。何の苦痛も感じなかった。その日から、胸の使いが軽くなり、 稽古は生成した。けれども、今度は違っていた。阿川末蔵の子は、陽一のこの時とは、すべてが違っていた。三日前の骨が成りたわみそうな荒々しい激痛が全身によみがえってくる。 一度目の麻酔をかけた手術の後、何日経っても、下腹部が鈍い痛みで引きつり、折り物が減らないので不安になって訴えに行った。稽古と同じ年くらいに見える化粧の濃い若い女医は、子供投げに再びあの嫌な椅子の上に稽古を押し上げた。 少し残っていたんですね。痛みがわからないとやりにくいんですよ。すぐ済みます。今日のお題はいりませんからね。一人で言うだけのことを言うとすぐ仕事に取り掛かった。今度こそ、稽古は自分の中から生きた命が引き剥がされ。 削り取られていく切ない音を聞いた。暗い体内にしがみつこうとして必死に抵抗する命の死に物狂いの暴れ方が、この激人の痛みになって自分を苛むのだと稽古は耐えきれず、うめき声を上げた。何度も痛みの極みに失神しそうになる瞬間、 稽古は恥も忘れ、あ川さんと絶叫した。それは喉に絡んで声にはならなかった。けれど稽古は声にならない自分の切ない声が小玉になって下半身を引き向かれて 恥ずかしい姿勢を取らされている惨めな自分を包み、痛みと恥をなだめてくれる気がした。羽川さん。なんとも他人行儀な呼び方で救いを求めたものだろう。これ以上の呼び方を、稽古はこれまで、 阿川末蔵に対してしたことがなかったし、考えもしなかった。それでも、あの子は、あの人の子供だった。再び、阿川の霊笑を込めた意地悪な目つきを思い出すと、 稽古は目の裏にカーッと火花が散り、視野が熱く滲んできた。目の前いっぱいに広がった二層の黒絵が、湿った目に霞み、熱い頼もしい手触りのいい壁のように見えてくる。埃りの影も留めていない、こっくりしたカシミヤの黒の深い色が、 稽古のささくれた感情の波を押しなだめ、深い吐息を吸い取ってくれるように懐かしかった。豊かに流れる国への飛騨に甘えかかりたい暖かさがあった。稽古は持ち前のおっとりした穏やかな表情になり、 目の前に並んでいるボタンにぼんやり見とれ始めた。国への中央に行儀よく一列に並んだ小さなボタンは黒の質でくるまれていた。稽古の右膝の先にある一個だけボタンのシュスが三ミリほどすり減り中から 木ボタンの黄色い肌がチロッと覗いている。稽古の右隣にいる茶色の背広の男の前に立ったもう一人の国クには同じ大きさの練り物のボタンがずらりと並んでいる。くるみボタンの国クと練り物ボタンの国クとは どっちが先に作られたのだろう稽古は思わず、ひょいっと顔を上げて、二人の二層を仰いでしまった。すると、まっすぐ自分に注がれている青い瞳にぶつかった。練り物ボタンのやや背の小さい方の二層であった。リの効いている頭巾から、 卵型に覗いているピンク色の顔が緩み、青い瞳が素早く稽古の目を捉えて、おどけたような笑い方をした。金色のまつげが数が読めるくらい一本一本ピンと反り返り、その端に雫のように陽光が溜まっていった。 穏やかな細い眉も金色。頭巾の中に隠された髪も多分見事なブロンドなのだろう。外人にしては小さめの花の先が心持ち上にしゃくれているのが愛らしく。口紅のついていない唇は汗た産後色で清潔に見えた。若々しい魅力的な素顔だった。 稽古の目の前の二層は背が高く灰色の静かな瞳が大まかな造作の派手な顔立ちを引き締めている。気品のある典型的な美人だ。稽古には顔だけ見たのではその二人が何国人か見当もつかなかった。小さな方はスクリーンで見る 針のお張り子によくある方にも見えるし、背の高い女は、そのまま背の空いた夜会服でも着せれば、イギリスの社交界に押し出しても、似つかわしく見えてくる。二人とも、国への胸に重そうな銀の十字架を下げ、手には同じように粗末な布製の袋を下げている。 袋の中には、二冊の分厚い黒い本が入っていた。聖書と賛美歌ででもあろうか。何から何まで清らかづくめの二人の姿からは、聖書書とか乙女とかいう言葉が、素直に連想される。稽古は、映りすぎる鏡の前に立たされた時に覚える、 あの一種の気,遅れと気恥ずかしさにとらわれ、目を伏せていった。すると、稽古の目の前に二層の手が突き出されていた。トンビのような立ち方らしいコクへの間から、下に着込んだ白いフランネルの驚くほど広い袖口が現れていて、そこから 桃色の頑丈な手が突き出ている。キメの荒い手の甲には毛穴がブツブツ数えられる大きさで、長い怖そうな金色の毛が生えている。あんまり間近でまじまじ眺めた異国人の手は動物じみて、稽古には気味が悪かった。小さい方の女の手でさえ、 稽古のとは、キメの荒さや、産毛の生え具合など、比べようもなかった。その大きな手だけを眺めていると、二人の二層には、性がないような気がしてきた。プラットフォームで二人を見た瞬間から、言われもない圧迫感に縛られていたのが、ふっと解かれ。 稽古は大きな桃色の手をもっとまじまじ打ち眺めた。この手があの美しい顔につながる体についているのが不思議に思えてくる。国籍もわからないように二つの剥き出しにされた素顔からは稽古には年齢の想像もつきかねる。まして、 この不気味な手、この骨っぽい、性を感じさせない、桃色の大きな手も、長い伏しくれた指も、かつて一度も、浴場でこわばった男の手のひらにつかまれ、導かれて、男の熱いしめっぽい体を探らされたことはないのだろうか。この指の一本一本を、 情感を込めてしごかれ、この爪の一つびとつを優しく噛まれ、愛舞されたことはないのだろうか。上質のカシミヤのコクエと、暖かそうなフランネルの白エに、清らかそうに包まれている二層の羅針は、やはりこの手と同じにきめ荒く。 金色の毛に覆われて、生を失いかけている桃色の肉塊なのだろうか。電車が揺れ、不意に黒絵の中の足が力強く、牛尾稽古の膝に押し付けられてきた。がっしりと男のたくましさのある足の力だった。 今度は灰色の目が薄茶のまつ毛を瞬かせ親しみを込めて笑いかける。まともに日を浴びた灰色の瞳に表情が走ると猫の目のきらめき方をした。稽古は自分の胸の中にたった今湧いていた想念のいやらしさを見とがめられたのかとどぎまぎした。 やっぱり、自分は、洋一が言い暮らしていたように、頭が鈍く、阿川末蔵の目が痛烈に語ったように、波外れて、陰闘な生まれつきなのかもしれない。稽古の目に、絶望的な、物悲しい陰りが刺した。甘さんどころではない。 私は、瀕死の病人を訪ねていくのだ。もしかしたら、もう、死んでいるかもしれない男。半年の間、密かに愛し合った男。いや、あれは、愛ではない。愛には、もっと、キラキラした、 眩しい輝きに満ちたものがあるのだろう。死にかけている阿賀は末蔵だけではなかった。幼一の死後、自分に近づき、この体の中に押し入り、この胸の上であえぎ、この口に唾液を流し込んでいった男たちの、誰との間に、きらびやかな愛があったと言えるだろう。 稽古はまだ自分に注がれているかもしれない二層の瞳から自分を遮断するためしっかりと目を閉ざした夫の陽一が二年続けて試験に失敗した後オートバイにはねられたのが元で あっけない死に方をしてしまうと、牛尾稽古の表情に思いがけないみずみずしさが蘇った。陽一の死は稽古の頭上から目に見えない重い重りを取り除き、稽子は久しぶりに空が一広も高くなったように仰げた。 もともとみなし後に近いほど身寄りが薄かったので、そのまま陽一と暮らしたアパートの部屋に住み着いた。陽一がアルバイトにしていた神田の教科書出版 S 社の佐伯が、その会社の事務員の口を持ってきてくれた。出かけてみると、改築してビルディング風に建てた入り口に、 必要となった受付の仕事だった。旧制の女学校を出ただけで何の特技もない稽古には格好の仕事であった。穏やかな風貌と起伏のない性質がガラス張りの中に置かれた稽古を静かな人形のように見せる。誰よりも早く行き、 磨き込んだガラスの中に座っていると、次々現れる社員の一人一人のその日の心の明暗が、一人でに読み取れるほどになってきた。悲しみや悩みや悔やみに、痛めつけられた惨めな顔を見つけると、稽古はガラス張りの中から、両手を差し伸べ、 慰めの声をかけたい、人懐かしい思いに揺さぶられる。腰を浮かせるのだが、言葉を交わしたこともない人へ、何と言ってよいかわからない。胸に溢れる共感や同情を、ただ、穏やかな目を心持ち大きく開いて相手を見つめ。 口元を和らげて、表すだけであった。そんな稽古は、誰からも好かれ、可愛がられた。再婚話を本気で持ちかけてくれる上役も何人かいた。その度、稽古は曖昧な微笑を浮かべた。まだ、その気になりませんの。 今、こうさせていただいているのが、今までで一等幸福だった気がいたします。稽古の誇張のない心境に違いなかった。幼い時から、おじの家に引き取られて育てられ、妖一と結婚した稽古には、ぬくぬくした行為に取り巻かれ、 1> 女一人が暮らすことのできる今の境遇ほど自由で快適な生活を知らなかった。再婚の話に必ず出る有能な人物とか、成績優秀、頭の切れる男とか、生活力のある努力家などに、稽古は何の魅力も感じなかった。頭が良く、 私やかましい、努力家で有能な、陽一という夫のおもぐるしさから、ようやく解き放されたのだ。日の当たる大道を、地震に満ち、人を押しのけカ歩している人間は、稽古には眩しすぎて怖かった。そんなある日、 水から引き上げられたような、衝撃った佐伯木を見た。佐伯木さんどうしたの恵子には珍しい、せき込んだ調子で、ガラス張りから飛び出すと、佐伯木の肩に手を置かんばかりに立ちふさがった。会社の帰り、恵子は飲み歩く佐伯木の後ろについて、 新宿の横丁から横丁へ引き回された。病みつきの競輪で著書に払う小切手を三枚ばかり使い込んでしまい、どう収集のつけようもなくなったと佐伯は打ち明けた。酔って正体のない佐伯を飲み屋や屋台に残して帰ることが稽古には痛ましくてできなかった。 幼一は酒を飲まなかったので、稽古には泥酔した男が病人としか思えなかった。自分のアパートの階段を引きずり上げる時も声を出して励まし、周囲への気兼ねなど忘れきっていた。明け方、佐伯は目を覚まし、稽古を見た。 追い詰められた獣のような怯えきった表情のまま、佐伯が取りすがってきた。自分の上で次第に生殖を取り戻し、和んでいく男の表情を見届けたとき、稽古のうちの奥深いところで、かつて知らなかった大らかなものが成り渡る気がした。 それは、パイプオルガンに似て、幅広く柔らかい、緩やかな波動で波打ちながら、心よく揺すぶり、余韻を残している音であった。佐伯はその日限り、会社には現れなかった。病災を預けてある、 九州の妻の里へ飛んだとの噂が立つ頃、うるさく訪れていた方々の飲み屋の催促もパッタリ途絶えた。稽古は今までと何の変わりもない、穏やかな表情で、ガラス張りの中に座っていた。佐伯木とのことは、 暁型の浅い眠りに見た夢のようだった。客の途絶えた午後のひと時など、稽古はふっと自分の体の中に、あの大らかなオルガンの音を聞きすます目つきをする。けれど、そんな密かな癖も、 いつの間にか忘れていった。あの、すみましえんが新宿まで駅いくつありますか歌うような抑揚のついた違法人の日本語に稽古ははっと目を上げた。小柄な二層が斜め前からまっすぐ稽古の顔を見つめ、 青い目の中には、さっきよりも、もっと生き生きした笑いをたたえていた。稽古の答えを促すふうに、頭巾の小首をかしげている。電車は、水道橋で止まっていた。稽古は真っ赤になって、もじもじ体を動かした。東京、神田、お茶の水、 これから先の駅を数えればいいのに、慌てて過ぎてきた駅名ばかりが浮かんでくる。それまで脇目も振らずに週刊誌を広げていた、隣の茶瀬広の男が、えー、っと、と小さな声で呟き、右手の指を折り出した。稽古は救われ、自分も男の指に目を注いだ。 男は六角の縁なし眼鏡をかけ、新自然とした様子だった。口の中で駅名をつぶやいては指を折り、最後にいかにも確信に満ちた様子でさっと顔を上げ、ペラペラっと英語を喋った。周りの乗客が一斉に紳士の方を振り向いた。稽古には男が何と言っているのかさっぱりわからなかった。 最後の、セブンモア、という言葉だけが耳に残った。ああ、七圧二層は軽く肩をすくめてみせ、にっこり稽古に向かって笑った。口を開けて笑うと、目尻に思いがけないほどたくさんのシワが集まり、頬骨が突き出て醜くなった。 笑顔の悪い女であった。二層はすぐ目だけに美少をた,たえたさっきの愛らしい表情に戻り、男に向かって、メルシーと上体を曲げた。電車は再び走り出した。稽古は顔の上に二層の青い目がいつまでも張り付いている気がして、目を伏せていても、 皮膚がこわばる思いがした。なんだって、このフランス人の甘さんは、はじめから、私に目をつけたのだろう。さっきの、自分を目指して進んで来られた驚きが、また帰ってきた。稽子は、むやみに親密そうな目つきを押し付けてくる二層が、わけもなく腹立たしくなった。 結婚当初、洋一は、稽古が誰にでも笑いすぎると言って、気難しく小言を言った。誰を見ても、ニヤニヤ歯を見せるのは、日本人のだらしのない癖だ。だからすぐ、相手に馬鹿にされる。西洋人や中国人は、上流の者ほど、滅多に笑顔など見せないものだ。 まるで外国帰りのように自信に満ちた口調であった。稽古に皮肉な苦笑が湧きかける。自分の顔さえ見れば、待ち構えてニヤニヤしたがるこの西洋人の女を見せたら、洋一は何と言うだろう。稽古は、 二層の得体の知れない後期の時期が煩わしく、次第にイライラして、わざとらしく目をつむった。二層の微笑が、なぜこんなに心に引っかかるのか、稽古には訳がわからなかった。稽古には天国が考えられない。死ねば、 何もなくなると、骨の髄から信じ込んでいた。幼児に死んだ両親の魂など、あり得ようはずがないのを、稽古の生きてきた28年の実感が確信させるのだ。幼一の突然の死は、稽古にとって、幼一のすべてが消え、 無になったのを意味し、あれほどの伸び伸びした解放感を覚えたのだ。佐伯とのことも、慶子は死んだ陽一に悪いとは思えなかった。炭酸ガスと水になって無に帰した陽一に、すまながる何もない。 人間の作った道徳も、左側通行が右側通行に切り替えられるように、いつでも勝手に都合よく変更される。生きていく頼りにする者も,も、信じられる不変の者も,のも、何もないと思い定めてから、稽古は虫けらと変わらない人間の惨めさと、 悲しさが骨身に染みた。妻に裏切られた男。胃がんを自覚した男。小級に取り残された男。一人後に脳膜炎の後遺症が残った男。 打ちのめされた顔で、頭髪をかきむしったり、男泣きの涙で目を光らせながら、稽古に我が身の愚痴をかきくどいていった男たちの顔を、稽古はぼんやり思い浮かべる。口下手な稽古は、どの場合も、 ろくに合図も打たなかった。ただ、男の愚痴やため息を、体中が海面のように、全身で吸い取っていた。男は、自分の嘆きの根が、すっかり稽古に吸い取られ、自分の内が空っぽになると、ぼっと 手リとうるおい、重さを増した稽古に倒れかかり、取りすがってきた。生の喜びは、稽古にとって、いつまで経っても、あの幅広い、捉え難い風に似た、オルガンの音のようなものであった。 男が自分の上でうごめき、嘆きを忘れ、甲骨と巨奪するのを感じるとき、稽古は自分がまんまんと膨れ上がった、豊かな海になった思いがする。男も、男の佐賀の辛さも、小さな片方の小舟になって、自分の波の上に、 安心しきって浮かんでいた。自分の髪の先、爪の端にまで道渡ってきて、自分を充足させてくれるものは、何なのだろう。一人でに目を閉ざし、うっとりと息を止めてしまいたくなる和やかさは、 何がもたらしてくれるのだろう。稽古は、この言い表しがたいもどかしい平和な心地を、阿川水蔵に訴えてみたことがあった。あんたには、もともと、母性型のところがあるんだよ。 阿川はいつでも断定的なものの言い方をした。牛尾恵子は自分よりも十七も年上のこの中年の男から、確信を持って語られる言葉を聞くのが好きであった。母性型と言われたので恵子は帰って赤くなった。 会社のトイレに入っていたとき、それと知らないタイピストが二人、化粧直しをしながら語っていた言葉が思い出された。しおさんがね、人って見かけによらないものね。あんなタイプの美人に、娼婦型が多いんだってよ。あら、あの人美人かしら。 アパートの主婦たちの目つきの変わってきたのにも、稽子は気づいていた。まだ陽一の生きていた頃、一番奥の部屋にいたダンサーで2号の女のことを、稽子に噂しながら、女の部屋を伺っていた主婦たちの目つきが、そっくり、今は自分に向けられていた。 だって、私、主人の子供、下ろしたことあったわ。平気だったわ。稽子は、阿川に母性型と言われたのが、迷惑そうな言い方をした。何かに恥ずかしかった。阿川は、癖の薄笑いを浮かべた顔つきをして、下着に手を伸ばしかける稽子。を、 もう一度引き寄せた。阿川末蔵と会うことが重なるうちに、稽古には自分が海に貸してしまう、あのありがたい平和な気持ちが次第になくなってきた。突然、狂い出した海の一角が激しい渦潮を巻き、その渦に飲まれ、 果てしもない海の底へ引き沈められていくめまいを味わった。渦に巻かれ、ガラスの壁のようにきらめく波の底へ、キリキリ落ちていくめまいは、稽古のこれまで知らなかった甲骨の世界だった。が、冷めた後、地獄を除いたような不気味な怖さと、 生も根も果てた、おびただしい疲労が残された。阿川は気長に稽古を鳴らし、稽古を導き、稽古を、冷めた女に仕立て上げた。ようやく、稽古は、 阿川を恐れ始めた。その時は、阿川の子が自分の中に生き始めたのを知った。もともと阿川は、稽古のそれまでの男とは違う現れ方をしてきた。稽古を通じて、社長の秘書で愛人である、 清水由紀子に近づくのが目的だった。喫茶店に稽古を誘い出した日に、そのことを明らさまに話した。S 社との取引を結びたいのが、神谷の阿川の最終目的なのだ。身だしなみが良く、滑覆のある阿川は、稽古の心に訴えてくる、 何の惨めさも哀れさも持ち合わせていなかった。いわば自分とは無縁の人種の阿川に、慶子は初めから警戒を忘れていた。雪子と社長の秘密の使いに、口の固い慶子が何度か役立っていることまで、どこで調べたのか阿川は知っていた。 それだけではなかった。稽古の骨折りで、雪子に渡りがついた阿川が、お礼心だと言って、稽古を夕食に誘った。阿川は稽古のあどけないような顔を正面から見据えて、ズバリと言った。牛尾さん、人が良すぎるのも、自慢にならんですよ。 間違っても、会社の男だけは、相手にしなさんなよ。稽古がコーヒーのスプーンを取り落とそうに青ざめるのを見て、阿川はまだ続けた。佐えきってバカな男が高飛びする前、一週間ばかり東京に潜んでいたの、知らないでしょう。借りられるだけ友達から借り通して行ったんですよ。 話のついでに、あんたがいい魚だったよ、知ってますかあんたの前では、かわいそうな男に思われればいいんだという定評があるのね。稽古は乾いた目をまじまじ見開き、震え出した。その夜、気がつくと稽古は、阿川の肩に頭を預けて寝ていた。 ここ、どこ新宿の裏。ベニヤ板の壁に赤っぽいカーテン。部屋いっぱいになったベッドと三つ組セット。聞かなくてもどんなところにいるか分かった。何もしなかったよ。あんたが動けなくなったんだ。 銀座のレストランからキャバレーに行って、バーに行って、新宿の焼き鳥キャバレーも、飲み屋も、バーも、うろ覚えの店が次々頭に浮かんでは消えた。めちゃめちゃのちゃんぽん飲みをした頭は、石が詰まったように重く、ぎしぎし痛んでいる。起き上がりかけると、胸がむかついた。 無理だよ。止めても聞かなかったんだ。顔に出ないもので、つい気がつかなかったよ。朝まで休んでおいで。阿川さんは私は、帰る。阿川の上げた腕の時計が、時近くを指していた。稽古の肩を押さえて、 阿川がノロノロ起き上がった。ひどく簡満な動作でベッドの外へ出た。ぎょっとして稽古は夢中で枕元のスイッチをひねった。違う違う明るく切り替えられた明かりに照らされ、阿川の北五番島の浴衣の腰に、べっとり、鮮血が滲んでいた。<laughs> 弱った。 たなあ。落ち着いた阿川の声に、稽古は余計ぎょっとした。その顔を見上げて、危うく声を上げそうになった。あなた、真っ青よ字だ。このごろ、ひどいんだ。具合の悪そうな充面になり、阿川は汚れたズボン下の上に、 新しい背広とズボンをつけた。貧血で青ざめ、メガネを取ったアガオの顔は、フケがどっと目立ち、頬がこけて見えた。稽古は急に気落ちがして、ベッドに倒れ込んだ。お医者さんには、かかってるのもちろんさ、切らなきゃいけないんだ。 暇と、一ヶ月寝る金がなくてね。一部の隙もなく、金のかかった服装に身を包んだ阿川の言葉にしては、おかしいはずなのに、ここは安っぽいホテルの陰火な匂いのする部屋であった。血に汚れた阿川が青ざめ、つぶやくのが、稽古には、 何の疑いもなく心に染みてきた。阿川は別甲縁のメガネをかけ、いくらか常の阿川らしくなった。顔を近づけ、稽古の目を覗き込んだ。ほーらまた、あんたの同情病が起こってきたよ。 稽古は顎にかけられた男の手にしがみついた。お願い今夜はそばにいて、帰らないで後で全てがわかってみると、阿川の実情は予想以上の惨憺たるものだった。数年前、 扱っている紙の八割まで注ぎ込んだ出版社が潰れ、友倒れに倒された。以来、阿川市業株式会社とは名刺の上の名ばかりで、他人の紙を目当ての危うい橋を渡っているブローカーに過ぎない。荻ぎくにあった相当な家屋敷も取られ、今は三鷹の外れの ボロアパート住まいであった。王政士に勤めている男と組んで、工場の紙を持ち出し、S 社相手に乗るかそるかの勝負をかけた目論見みも、結局、今一歩のところで流れてしまった。何をして、どう食いつないでいるのかと、プレスの効いた背広のポケットに、 百円札一枚もないのを見て、稽古はたまらなくなることがあった。阿川はあの夜から、一言も泣き言を漏らさず、何か義理を果たす几帳面さで稽古を訪れてきた。稽古は電車やバスに乗っていて、通り過ぎる街並みの家のガラス戸などに、 家電妙薬と書かれた文字がよく目に留まるようになった。阿川の病気はその後どうなっているのか、稽古は知らない。季節の変わり目を過ぎれば楽なのだと答える阿川の言葉に、そんなものなのかと、ただ、ため息を飲み込むだけだ。 稽古と一つになっている最中にも、阿川の顔には、激した表情は現れない。阿川は動きのない目つきで、稽子の顔を見下ろしながら、ああだろう、こうだろうと、稽子の中を通り過ぎていく感覚の足跡を辿ってみせた。 いつの間にか稽子は阿川が描いて見せる不思議な観音の地図の上を旅している自分に気がついていった稽子の子供じみたやわやわした頬の線がいつかくっきりと際立ってきたほーら こんなに肉がしまってきた。稽古の白い桃の肉を指先につまみ上げ、パッと離す仕草を繰り返し、阿川が呟いたりした。この頃あんたの中のもう一つのあんたが出てきたのを、 知ってるそれだけはまだ、元のまま変わらない、おっとりした表情の顔をかしげて、稽古は困ったように口元だけで笑い返した。阿川末蔵が入院しているのを知ったのは、 会社に来た神谷同士が稽古のガラス張りの外で話しているのを聞いたからだった。へえ、ヤッコさん、とうとう入院したのか。吉祥寺の C 病院だってよ。何でもひどい手遅れだそうだ。怖いもんだな。あんな病でもね。稽古は足の先からスッと冷たい風が昇ってくる気がした。 不吉な予感という言葉を妙にまじまじ思い出した。さして大きくない路地の奥の外科病院で、阿川の名を告げると、下足板も看護婦も異様な目つきで稽古を見た。大変な大手術でしたのよ。病院始まって以来ですって。ええー、もう終わりました。 今病室へ移るところです。一気に喋り立てる若い看護婦は、まだ、その大手術の興奮の名残が冷めきれない。釣り上がった目つきで、小走りに廊下の奥へ駆け出していった。ひどい餌でね。あんなの初めて。餌じじゃ、ないんですか 自脳手術の後、エソになったんですよ。あの、たのすけのかかったやつでさ。下足板が教えてくれた。稽古が廊下の曲がり角まで来たとき、手術室から担架が担ぎ出されてくるのに出会った。6人の看護婦に担がれた担架の上で、メガネのない阿川が、 うつろな目を開いていた。目から方へかけて墨色の熊が浮かび、高い鼻がそげたようにそば立っていた。血の気がうせ、くぼんでしまった広い額にも、不思議な暗さが層になってよどんでいた。死人の顔に見えた。 稽古はやっと窓際に身を支え、阿川の顔を見つめた。目があったと思った時、稽子は泣くとも笑うともわからない表情で、うなずいた。阿川の目は稽子の顔を見据えながら、何の表情も示さなかった。 エソは左半身を這い上り、もう少しで心臓まで達するところだったという。11箇所も切り開き、小指台の太さのゴム管を各切り口に通して海を出しているのだと興奮した声で誰かに告げている女がいた。口眼まですっかり犯されて取ったんです。本人はまだ知りません。 えそってことも知らせてないんです。おもながの舞の恋きつい美人だった。阿川の妻。稽子にはすぐわかった。治れば奇跡だと別の廊下で看護婦同士が囁いていた。稽子はそっと 阿川の病室に忍び込んだ。妻も見舞い客も、手術の結果を聞きに院長を追っていて、病室には誰もいなかった。異常な周気が鼻をついた。薄暗い北向きの部屋は、壁も床もすすけて、わびしかった。十一箇所も切られ、 包帯のだるまになった阿川は、鉄製の粗末なベッドに、デクノ棒のように転がされていった。ちっとも、知らなかったの。稽古は、ベッドに近づいて囁いた。私たよ、わかるの 阿川のどんよりした瞳が、かすかに動いた。生きている目ではなかった。この人は、死ぬだろう。稽古の心は、不思議に騒がなかった。 素早く入り口を振り返ると、もっと顔を寄せて囁いた。赤ちゃんができたわ。今度、知らせようと待ってたの。阿川の顔がかすかに引きつった。覗き込む稽古の目を、阿川の正気のない 魚のような目が、まっすぐ、入りつけた。その目に、稽古は突き飛ばされ、退いた。阿川の目が、笑っていたのだ。頬の引き釣りも、阿川の笑いだったのだ。冷たい。 皮肉と軽蔑を込めた笑いの仮面の下から聞き慣れないくぐもった声が漏れた。私とだけじゃなかったんだろう。いつ 病院を出たのか、稽古は覚えがなかった。その帰り、駅の広告で見た吉祥寺の病院で、稽古は手術した。もともと阿川に告げた後、こっそり始末するつもりではいたが、日を決めていたわけではなかった。麻酔から覚めた時、 阿川の病院と大差ない、薄汚い待合室の畳の上に、慶子は薄い毛布をかけ、寝かされていた。陽一のこの時には感じなかった、奇妙な喪失感が、全身に毛だるく流れているのを感じた。 阿川は生きているのだろうか。病院であった一週間前が、もう何ヶ月も前のような気がしてくる。二つの電車を選ぶ瞬間に、阿川の元へ急ぐ時間よりも、あれから三日しか経たない自分の体をいたわった本能的な動作を、稽子はふっと思い返した。 生きていても、死んでいても、知らせの来る自分ではないのだ。あの子の命は、もしかしたら、阿川のこの世にいる間、欠片になっても、私の中にしがみつこうとしていたのかもしれない。死んでいてくれ。 稽子はあっと身を引き締めた。思わず叫んだ自分の心の中の何かに目をはじかれた思いがした。電車が止まった。稽子は熱っぽくなった目を上げた。新宿。二人の二層が。 稽古の方に身をかがめ、大きなトランクを持ち上げた。稽古を見て、にっこりうなずいた。ここですね。二層の目の問いに、ケイコは釣り込まれてうなずいた。 穏やかな微笑が自分の方に浮かんでいるのに、稽古は気がつかなかった。揉まれながらフォームに出た二層を、何かに引かされ稽古は急いで振り返った。大きい方の二層がフォームの天井に下がった時間表を指さした。 思い切り上げた右手に、黒へのヨークが跳ね上げられ、くっきりと白への腰が現れた。そこに一筋、燃えるような、黄色の帯が締められていた。稽古は思わず、窓ガラスに顔をつけた。 黒と白とばかり思い込んでいた装意の中のくれない。十センチほどの幅のベルトの黄色は、二層にとって何を象徴するのだろうか。収容を吸い込んだたわわなカンナの花弁のような、 透明な火の色に、心奪われている稽古へ、小さい二層がふっと振り返り、もう一度、優しく微笑した。日本風のお辞儀を見せる二層を残し、電車が、 鈍く動き出した選び抜かれたとっておきの名作朗読文芸集「文芸」「ホラー」「スリラー」「サイコ・サスペンス」。 人生に潜むミステリアスな空間の数々おすすめはこちらよろしかったらチャンネル登録ボタンを押してください